和田美沙夫は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。和田男郎陸軍大佐の長男として東京で生まれる。和稲田中学校を経て、1911年7月海軍兵学校を卒業。赤字4番で恩賜品を排除。1912年12月海軍将尉に任官。第5期航空術研究員、若宮則組。 横須賀航空隊付け、艦隊航空隊付けなど登場員として経験を積んでいたが、事故で重傷を追い技術警視官として歩むこととなった。1918年1月から海軍、大学高専科学生として、東京帝国大学工学部に進む。その後、横須賀交渉検査官、欧米出張、高校商航空機部員、欧米出張、海軍航空本部技術部員、 欧米首長、航空本部技術部長などを歴任し、1937年12月、海軍省省に進級。海軍航空技術省庁となり、1941年10月、海軍中将に進級し太平洋戦争を迎えた。さらに、航空本部長を務め、1945年11月、予備役に編入された。その後、公職追放となる。 1955年追放解除後の1954年8月、新日本飛行機株式会社副社長に就任し、1955年9月24日、防衛庁顧問に就任している。ありがとうございます。